はい、こちら霧崎高校。たった今ドローンで救援物資を送りました。到着しているはずです。さあ今の音が。やったー。じゃあマユエはひとっ走り回収に行ってきます。ヒミジ待て。頑張って生き延びて。救援物資ね。何か美味しいものでも入っていればいいですけど。私も行ってきます。え、危ないよさゆり。校庭には装備が。でもマヤヤちゃんを一人で行かせられないでしょ。アキア頼んだ。はい。さゆり大丈夫だよリサ。ゾンビなんか蹴散らして荷物すぐに持ってくるから。じゃあ行ってきます。アキア。え、何ですか。エナミさん、姫路には気をつけろ。え、それってどういう。それにあんな大きなコンテナの荷物一人じゃ運べないでしょ。うん、まあそれはそうなんだけどね。じゃあ二人で協力してまずはゾンビを片付けよう。ち、マヤヤの警告が。マヤヤじゃなくても大丈夫そうじゃない。弾切れには気をつけないと。これマヤヤの。
よし、これで救援物資が回収できるね。じゃあ早速中を。結構いろんなものが入ってるね。食料と武器と弾と、あ、着替えもある。しょうがないか。で、どうやって持って帰る？コンテナごとはどう見ても無理だよね。なんとか下駄箱のとこまで押していけないかな。はっ、いや、はあ、やっぱり無理か。ちょっと面倒だけど、何回かに分けて中身を持っていくしかないね。オッケー。じゃ、ゾンゾンがまた来る前に終わらせちゃおう。じゃあマヤヤが食料を持つから、ソユリンは武器の方をお願い。わかった。はあ、重い。小分けにしてもこれだけ重いんじゃ、いつまで経っても運び終わらないよ。やっぱり誰かに来てもらおうかね。マヤヤちゃん、あれ、マヤヤちゃん、マヤヤちゃん、まさかゾンビにさらわれたんじゃ。マヤヤちゃん、どこ行ったんだろう。あ、姫路には気をつけろ。え、それってどういう。今姫路は何か企んでいる。あいつはそういうやつだ。まさかエナミさんが言ったみたいに。